はい、皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、2回にわたって宝塚の特集的な感じで宝塚のことについてお話ししていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。まあ2回にわたってお送りしていこうと思うんですけど、でまあ私は宝塚がすごい好きで、でなんか宝塚の話をしてくださいっていうコメントが割と多くて、でまあ何回かボツになっとるんですけど、宝塚最近興味が湧いてきましたとか、すごいね皆さんお話コメントしてくださるので、今回は私が宝塚にハマった理由で、次回は宝塚の、私大劇場しか行ったことないので東京の劇場は行ってないんですけど、宝塚の大劇場に行ったら絶対にここは行ってほしいっていうところがいくつかあるので、それを紹介していきたいと思います。まず私が宝塚にハマったきっかけは、おすすめのね、お芝居とかショーもおすすめしていきます。でそれで、まあ、まず、まあ、私はハロオタでもあるんですよ。ハロプロジェクトっていうね、モーニング娘。とかの、総称してハロプロって言うんですけど、ハロプロジェクトって言うんですけど、私はハロプロがすごい大好き で、それにのオタクになったと同時期に宝塚を見始めてました。で、まあ、ハロプロをずっと行ってて、宝塚も行ってたんですよ、ちゃんと。でも私その当時は星組さんをよく見に行ってて、でレイマコトさんって今トップになってるこっちゃんっているんですけど、こっちゃんのファンの方がお友達、母の知り合いにいたから行ってたんです。で私宝塚の行き方も知らなかったし、で最初はその方と一緒に連れてってもらって行ってました。私その時多分高校卒業してすぐとかやったから、なんかねすごい気にかけてくれて一緒に行ってました。その時は星組さんをずっと見てて、私が初めて見たのは2017年のスカーレットピンパーネルなので、ハロプロの現場に行くより先に宝塚に行ってました。でそれで、まあ、こう見てって、で、まあ、毎回星組さんは1回ずつ、紅さんのは最後の五島ブスターズ以外は全部行ってます。でずっと行ってて、で私は星組さんとその時花組さん1回だけ山大国の風を見てて、で山大国の風あんまりよく分かんなかったんですけど、サンテっていうワインのね、ワインのショーがあるんですけど、それがすごい好きだったんですよ。あ、なんか耳に残るなみたいな感じで、でもその時別に宝塚がめっちゃ好きって思って感激に行っとったんじゃなくて、舞台を見に行ってたみたいな感じで行ってました。ショーもあんまりその構成の感じとかあんまりよく分かってなかったから、え、これってどういう気持ちで見たらいいんやろみたいなのがあって、どっちかというとショーよりお芝居が好きっていうのが2年ぐらい2年もあって、それでこう、まあ、見に行っとって、でそれで紅さんの星組の中で一番好きなショーはエストレージャスなんですけど、私さエストレージャス2列目とかで見て、 S 席の2列目初めてあんな前で見ることができて、私4日ぐらい前熱で撮ったんかな、で熱出て自力で直して行ったんですよ。なんか絶対行きたいみたいな。で私あんまりショー好きじゃないかったって言ってんけど、ショーをあんまりなんか、どういうシーンみたいな、あどういうシーンとかあんまり考えへん方がいいねんけど、なんかお芝居の方がとりあえず好きやったから、あんまりショーの意味をよく分かってなかったから、なんかそういう感じやってんけど、でエストレージャスってまあ私今でも星組さんのショーでは結構おすすめ、初心者さんにおすすめやねんけど、 J-POP で構成されてるショーやったから、なんかショーとかあんまりよく分からへん人でもすっごい見やすくて、あこの曲知ってる、あこの曲知ってるっていう J-POP を入れてくれてたからすっごい見やすかってんな。でなんかお正月公演のやつが BS プレミアムで放送されたから、なんかそれ見てねみたいな、それ見に行くからねって教えてもらって、で録画して見ててん。でなんかその当時はそのダビングする DVD はすごい遅くて、なんかそれを流しておかなあかんみたいな感じやった、うちの家のやつが。で見とって、あこの曲知っとるわみたいな感じでこうやって見とって、こうやって正月やってこうやって見ながら見とって、それでわーって思いながら見とって、あ好きって思って、あこれやったらなんか楽しめそうと思って、で行ってました。行ったらもうショーの構成が分かってできた、そのあそういう感じな、何回か見に行った中で、あそういう感じなんやみたいな感じで
見て、それが星組さん、紅さんの星組さんの最後やったかな。それが1月やって、で7月ぐらいに雪組さんのビブギ試練とミュージックレボリューション見たんやけど、その時 B 席で見て、でもそれもその人に誘われて行かへんみたいな感じで、あ、じゃあ行きますみたいな感じで行ったんやん。で、あ、雪組なんやみたいな感じで、で私その時は浅見純さんのことは顔だけ知ってて、あ、かっこいいなこの人ぐらいにしか思ってなくて、でも多分私好きな顔ねやろうなって思っとってんけど、でさ、なんか雪組やで、あ、雪組あれみたいな感じで、じゃあその人が浅見純さんおるでって言われて、え、マジでってなって、見ようみたいな、浅見純さんを見つけようと思って行ったら、結構最初に出てくるね、斎藤はじめさんで、でもう 見た瞬間に、え、かっこよすぎると思って、その時に初めて自分の中で雷が落ちました。なんかそれってほんまに、なんか雷が落ちる瞬間ってすごい独特やなと思って、初めて生で見ても雷ドーンと落ちて、この人やってなりました。でそれからなんか見吹市で見て、あ、じゃあ絶対次の雪組さん絶対見ようみたいな感じで、ワンスは2回、初めて宝塚、あ、違う、その次にアイアムフロムオーストリアを見て、それ2回行ったかな、奇跡的に2回行きました。でその次がワンスで、それからは毎公演行ってます。一番大きかったのはやっぱ浅見純さんを見て雷が落ちたことかな。次、おすすめの作品なんですけど、花組、月組、星組、花組、月組、雪組、星組、空組ってあるねんけど、この5つ の組と、あと戦火っていうのがもう一個あって、私ね、戦火の公演はやっぱりパパ I love you が一番大好きで、なんか戦火さんってどの組でも出れるねんっていうぐらい、なんかこの5組におった人がなんか対談せずにこっちに入ることがなんかあるらしくて、それでなんかもうほんまにおじさん、おじいさん、おばさん、おばあさんとかなくてはならない、その役をしてはったりとか、すっごい人だね、戦火の人たちって。やっぱな、おったらすごいなって思うもん。でその戦火の公演はパパ I love you がめっちゃ面白くて、空組との合同やってんけど、なんかな、ほんまにもう笑いが止まらんぐらい面白くて、なんかクリスマスの話やねんけど、なんかそこのお医者さんが轟さんやけど、轟さんがなんか昔おった看護師さんと付き合っとったけど、実は子供ができてましたみたいな、結構シビアやねんけど、それがめっちゃ面白くて、なんかかなりのコメディだったので、割とはっちゃけててすっごい面白くて、私はパパ I love you が一番好きです、戦火の中では。で花組だとすっごいおすすめなのは、やっぱりハイカラさんが通るかなと思います。ゆずかさんと花ゆきちゃんのお披露目公演でもあんねんけど、もうな、2017年バージョンもあるねんけど、初演でこっち再演やねんけど、なんか宝塚大劇場でハイカラさんを見た時に、私は初演の方見れなかったから、もうめっちゃかっこよくて、もうな、翔尉っていう役やねんけど、もうハイカラさんってさ、みんな知っとう作品やと思うねんけど、もうキスの仕方もかっこよくて、全部がかっこいい。もうなんか誰、みんな翔尉絶対恋するやろっていうぐらいのイケメンさんなので、ゆずかさんすっごいおすすめです。花ゆきちゃんのハイカラさん、ベニオさんもめっちゃ可愛くて、なんかもう、あー、可愛い赤ちゃんみたいみたいな感じで、すごい可愛いってなんねんけど、ちゃんとベニオさんも成長していくみたいな、まあ、ハイカラさん自体かなり素晴らしい作品やから、それで花組がするっていうね、やっぱ初めての方でもすごい見やすい作品かなと思います、ハイカラさんが撮る。次、月組ねんけど、月組はね、迷うな。私いろいろ月組の作品好きなのがあって、まずお芝居は、結構なんでも好きやねんけど、やっぱオーランキかな。楽しくしたかったらオールフォーワンやねんけど、オーランキっていう玉木さんと美園さんの対談公演が最近あってんけど、ちゃんと DVD 化、円盤化されてるんですけど、まだ放送されてないですけど、もうね、もうオーランキもうボロボロ泣いて、私何回か見に行ってんけど、上田久美子先生っていうその脚本のその
お芝居をね作ってる先生がいるんですけど、もう上田久美子先生の私お芝居お話が大好きで、でなんか割と私を泣かしてくるんですよ上田久美子先生。でそれで上久美先生やから絶対わと思って、これで日本もの最高と思って見に行ったら、もうなんかもう初日声出したかったぐらいなんか泣いてもって、あんなに泣いたの初めてでしたっていうぐらい泣きました。すっごい美しくて、なんかやっぱその構成も、私そういうことばっかり言うからさ、友達にさ、前その鬼滅の舞台を見てんな、あの Hulu でみんなでな、じゃあさ、うわこの演出すごいなとか、あここはこうなっとんねやって、今履けて今着替えとんねんなとかいう話をしとったら、なんか舞台おじさんとかなんか言われて、なんかじゃあ演出家おじさんって言われたんやんか、なんでみたいな、うち演出家おじさんちゃうねんけどと思いながら、なんかそういうことを言ってたから、私は多分人より見るあの視点がおかしいんだと思うんですけど、そういうとこばっか見ちゃうんですよ。でやっぱその構成が素晴らしくて、やっぱもう上久美先生天才と思いながら見てました。もうとりあえず日本ものなんですけど、割とまあ分かりやすいかなって感じで、あのすごいお話的にも良かったのでおすすめです。でショーはすいません、やっぱりバッティです。もうこれも上田久美子先生の初めてのショーで、あのね先生っていろいろおんねんけど、脚本家演出の先生って、でお芝居をだけを担当しとった人が初めてショーをする作品とかあるねやんか。でショーに向いてる先生とお芝居に向いてる先生とかいろいろおんねんけど、そのバッティは上田久美子先生の初めて手掛けたショーやねんけど、なかなかクレイジーで、で私カオスパラダイスっていう曲が大好きで、もうなすっごいなんかカオスやねんけど、なんかちゃんとその社会情勢とかいろいろちゃんと実は描かれてるっていうショーやねんけど、お芝居仕立てになってるショーやから、まあ、割と見やすいねんけど、やっぱあれはあの時の月組のメンバーじゃないとできなかったんだろうなっていう素晴らしさなので、私はすごいバッティが好きです。曲がとにかく好きです、バッティかな。で次雪組はね悩むね。もうショーは絶対決まっとんねんけど、お芝居はでもシティーハンターかな。ちょっとシティーハンターですわ一番新しくて今円盤化されてるねんけど、シティハンターおすすめです。まあ、これもね見やすくて、まあ、雪組私好きなんで、まあ、どのお芝居も割と好きやったりとかするねんけど、一番はやっぱりシティハンターかな。なぜかというとね、あのね私、まあ、今回そのシティハンターを見るにあたってアニメをちゃんと見たんですよね。でアニメで見ると割とその80年代のアニメやから、女の人のお尻とか胸とか触るとか結構な描写があって、あ今では絶対にできないアニメだなって思う反面、これを宝塚でどうすんねやろっていうのは思ってたやんか。でも、まあ、サイバーリョーさんってさ結構なんかスケベなとこもあるねんけど、でもすっごいかっこよくて、でもなんか友達と一緒に行ってんけど、アニメ見てって5話ぐらいまで見たら大体わかるって言って行ってんけど、いやなんかやっていいことと悪いことがあると思うってすごい真剣に喋られたから、あそうですかみたいな、かっこいいからってそうやってなんか許されていいと思わへんみたいな、なんか言ってて、あそうですかみたいな感じで、なんかもっともなんですけどと思いながら聞いとって、でまあ、そのアニメシティハンターのアニメはまあ割とかっこいいねんけど、ちょっと胸とかお尻とか触るとかそういう描写はもちろんあるねんけど、でもそれを宝塚でしたら割とマイルドな感じで、私としてはいい具合になってました。だからまあ見やすいし、あとちゃんとかっこいいし、なんかもうそのサイバーリョーさんのあのおちゃらけてる時とかっこいい時のその表情とかなんかちゃんと使い分けられてるし、あとなんか香りもちゃんと香りやし、ミックエンジェルは私まだ原作でそこまで行ってないねんけど、多分ミックエンジェルなんやろうし、なんか割とそのみんな雪組さんのあの生徒さんの役が割と多くついてたからすごい好きで、あの見てて楽しかったから、まあ、結構満足いくようなあの最後の展開もすごい良かったから、私はシティハンターは初心者の人には特におすすめかなって思います。円盤化しているのでぜひ見てみてください。でショーはシルクロードです。
大好きなんですよ。生田先生の章が大好きで、生田先生初めての章だったんですけど、私はこれ7回ぐらい見に行ってたんですけど、生田先生の好きな感じなんだろうなみたいな感じで、ドンジュアンの人、ドンジュアンその演出の人なんやけど、すごいかっこよくて、もう章がほんまにかっこよくて、盗賊やねんか、盗賊と宝石っていうさ副題がついとんねんけど、すっごいかっこよくて、私の大好きな浅見純さんがとにかくかっこよくて、でもみんなかっこよくて、盗賊で大きい剣とか持っとったりとか、上海マフィアのシーンやったりとか、結構治安悪かったり、鉄の棒みたいなの持って殴り合ったりとかしてんねんけど、でもすっごいかっこよくて、私そういうシーンあんま好きじゃないねんけど、やっぱ宝塚がやってるからこそのかっこよさがあって、すごいかっこよかったです。もう一番好きです、ショーの中で。雪組のショーの中で一番生田先生のシルクロードが大好きです。次星組なんやけど、これまたすっごい迷うねんけど、まあロミオとジュリエットの今年やってたやつはもちろんすっごいおすすめやし、めっちゃいいねんけど、迷うな。星組でもやっぱ見やすいのはゴッドオブスターズかなと思うねんけど、ね、2019年のお芝居になるねんけど、小柳直子先生っていう先生のオリジナルの作品やねんけど、すごい見やすくて面白くておすすめです。もうただそれだけで、なんか今のトップのレイ誠さんと前空ひとみさんの初めてこう絡んだお芝居でもあるねんけど、なんかこっちゃんがすごい弱々しいと思いきやかっこよくなったりとか、こっちゃん の持ち前のコミカルな演技ができる強みがすごい出てると思うし、あとなこちゃん、前空ひとみちゃんがアイドルの役やったからすごい良かったし、あとヒャダインさんが楽曲を提供してるから、アイドル地下アイドル、地元のアイドルやったっけ、地下アイドルかなとか、なんかそういうトップアイドルとかも出てきて、結構現代的ですごい面白くて見やすくておすすめです。ショーはねめっちゃ悩むねんけど、本当はレイとか今回ダンディズムとかもすごいおすすめやねんけど、私はレイ誠さんに絶対に生田先生のショーをやってほしいなって心の底から思っとんねんけど、エストレージャスかな。やっぱその初心者の方が見やすいっていうので、やっぱ J-POP が入ってるっていうのは大きいかなと思って、私は割とエストレージャスが好きです。でも本当はねレイもすごい好きなんですけど、すごいおすすめです。あー、レイがかっこいい、レイとダンディズム、こっちゃんがかっこいいですよね。どれもおすすめなんですけど、もう強いて言えばエストレージャスかなって、見やすいからっていう理由でおすすめです。次空組やねんけど、空組は、やっぱ一番最近のシャーロック・ホームズとデリシューです。でシャーロック・ホームズはそのままシャーロック・ホームズのお話やねんけど、生田先生ってシルクロードの生田先生がお芝居担当してるやつやねんけども、めっちゃかっこよくて、真っ赤さんがで、純花さんとそのコンビのお披露目やねんけど、もう純花さんがすごい大人っぽくて、なんかすごい良かった、もうすごい良くて、私は割と好きでした。でなんかお芝居の展開もすごいよくできてたし、なんかそのシャーロック・ホームズやから切り裂きジャックの話とか、モリアーティさんとか、いろいろちゃんと出てくるんですけど、なんかその一応ハッピーエンドではあったから、なんか見てて最初はちょっとハラハラドキドキするねんけど、最後はすごいいい形で終わったりとか、なんか次あんのかなとか、いろいろそわそわしたりとかできるから、すごいおすすめです、シャーロック・ホームズ。でショーは絶対こいつよってみんな思ったと思うねんけど、あ、そう言ったよな、デリシューです。でデリシューはそのシャーロック・ホームズのと一緒にやってたショーやねんけど、スイーツの世界で野口耕作先生っていうね先生がやられてるショーやねんけど、もう野口先生のショーも大好きで、野口先生って結構ジャニーズのオタクの方やったかな、セクシーゾーンが好きねんけど、確か男性の方やねんけどね、でジャニーズさんのことが好きで、浅見純さんやったら永遠とか、なんかいろいろ
花壇も担当してたりしてたかな。結構こう華やかで、あの可愛らしい、華やかで可愛らしかったりとか、結構アイドルっぽいものを作るのが多分向いてる方なのかなと思うねんけど、デリシューはまあスイーツのテーマですっごい可愛くて、あのね巷でね、はやなんかバズったあのマカロンシャンシャンペンライトっていうのもこのデリシューって一緒やねんけど、でまあマカロンのペンライト、マカロンペンライトあるな、マカロンシャンシャンペンライトが出たのがこのショーで、これはね自分らで飾り付けとかして、まあ結局2本あったかの使いで終わってんけど、でもすごい楽しかったし、満足感がすっごいあったショーだなと思ったし、結構なんかおおみたいな感じのシーンももちろんあってんけど、でもなんかすっごい全体的にあのちゃんと構成も決まってるし、目も足りないし、なんか全体的にすごい満足感がすごかったショーやったし、可愛かったから、私はやっぱデリシューが一番好きです。はい、ということでね、まあめっちゃ喋っちゃったんですけど、まあ、またね、あの次回はあの宝塚に行ったら絶対やってほしいこととか、すごいおすすめのスポットとかいろいろあるので、ぜひ皆さんあの見ていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。